さあ、この持ち点の状況で東條選手の手配なんですが、そんなに上がりそうな手ではないですよね。そうですね、もう、うまく重なっていけば何かが、ええっていう感じですよね。統一が増えていった方がいいですよね、こういう時は。春通含みになっていくと上がりづらくなるような手ですね、はい、さあ現在難3局を迎えています。発が重なった統一が増えましたけど、こういう感じがいいんですね。こういう感じがいいですね。あの自敗切らない方がいいんですけどね、こういう時はあのマンズかソーズ切った方が、そうですね、こういう感覚が大事ですよね。これはポンはしていいんですか。しないですね。そうなんですね、ええ、東條の選択はどうなるでしょうか。次に見えるハツは2枚目となりますので、ポンするかどうか。泣かないと思いますよ。トイトイにしたら遠いもんね。ですね。ピン付けで整ってきているのは伊達です。太郎が換算ピン、ウーパーピンのイーシャンテンはつまらないんで、ええ、当然打点取りに行きますんで、ギャンシャン点にしましたね、はい、テンパイから遠ざけて打っています。あら、トン切っちゃった、うん、両面ができました。泣く気満々ですね。じゃあこれ初、うんうん、登場トン切ったってことはこの手配です。ハツは場にすでに1枚切れ、チュンは2枚切れ、ペイ持ってるから2枚目のハツポンしそうですね。なるほど、安全牌ハツポンしてペイをジャン頭として使いながら、はい、かつ安全牌に使う。重いね、この勝又の手も。そうですね、リャンピンリャンピンってくればいいけどね、ドラドラってくれば。はい、ドラのリャンピンは太郎が1枚持っている切りで、山には3枚も残っていますが、誰が持ってくるんでしょうか。重たい、言いそう。いや、重すぎる。言いそうと3層は場に1枚ずつ切られている。リャン層も1枚切られている。チューンは大事な大事な安全牌。まあ、しかし勝俣としてはこのまま局が進んでも伊達と1万点差以内で最終局ということで、そうです。この局がダメなら次の局で満貫クラス上がれればプラスになれるなという感じでしょうか。これで太郎も満貫の手になったんで、はい、ドラを切るかどうしようか考えてますね。ドラ切らないんじゃないですか。ドラ切らない、3層切り手順に入りましたね太郎。はい、3ピン、あ、4層1枚来た。太郎の欲しいのは3ピンですね。お、いいシャンテンになった。はい、親番登場です。3ピンは勝俣が3枚持っていて、山に残り1枚、苦しい部分です。あ、うまくテンパイしました。スムーズにテンパイ。パーソー待ちのチートイツは親番登場。リーチはかけていません。パーソーは場に1枚切られて、伊達が1枚持っていて、山には残り1枚。ローワンは自分で捨てているパイです。あ、かけるの、あ、びっくりした。リーチしようとしたのかと思った。あ、ドラドラになった。ドラが重なったのは伊達です。これで伊達もパーソー使いますね。はい、これ東條選手は何かいい街になったらリーチも考えるんでしょうか。考えてる顔つきしてましたけどね、さっきね。あまり深く、あ、テンパイだ。さあ、ここでリーチピンクドラドラ8000点からのリーチは伊達ありさです。リャンウーマンはリャンマン2枚とウーマン2枚か。そんなにあんの。あ、見た目通りだ。そうです。あ、リャンマン1枚場に出てるんで、ええ、あとは太郎が持ってるだけですね。4枚あるんだ。はい、追いついた。追いついたけど空点だよねこれ。3層通ってる。一応イペコ役あるんで、はい、追いついたけど。けどですね、うん、
さあ勝又に天杯が入りました。リャンピン待ちは伊達に2枚、太郎に1枚で山にはない。あ、もうやめるかな登場。さすがに伊達からのリーチなんで。自身の手はチートイツのみ。伊達の親番残ってるんでね。はい、親番の残っている2着目相手に放銃してしまっては追いつかれる危険性が高いですね。そうですね、うんうん、はい。ここで東条がテンパイを崩しました。あ、テンパイだ。あと1枚ある。ハロー、テンパイだ。1枚ある。関西ピンは勝又が3枚で、はい、1枚残ってます。さあどうなるか。太郎のリーチが飛んできました。伊達リーチ、勝又ダマテン、太郎リーチ。これでやめやすくなりましたね。2人リーチになって勝又。これ太郎のリーチないとリャンマン出たかもしれないですね。4万早いんで。いや、しかし2人リーチになって太郎に追いつかれてはたまらんと。これでもやめられてよかったですね。はい、さあこれで戦場に残っているのは伊達と太郎、リーチの2人。太郎はね、ウーワン勘できますから。そうですね、伊達ウーワンで放銃することはありません。あ、リャンマンなくなった。あ、ウーワンがいるか。それとも残り1枚の3ピン、ね、1対1だもん。はい、減らない。勝又はイーソー連打とはしないのか。ツモバはもう1回残っています。東条は先ほど数層を切ったところ、これでもうあと1巡残っています。あ、積もった。最後の牌積もったのは伊達です。2004戦。はー、リーチツモピンクドラドラの2004戦。上がって減らして上がって、ファイトクラブだね。ファイトクラブですね。戦い続けている伊達有沙。さあこれで何4局の親番を迎えます。もう1万4000点しか差ないんだ。はい、もう4000オールで変わりますね。縦長もいいとこですね、これね。2万点、あ、2万点、形のいい手ですね。2万点、2万点離れてるもんね。太郎、勝又、伊達、1着と2着の間が1万4000、一番短いっていうね、はい、面白いオーラスですね、これね。それぞれが何を考えるんだろう。